抵抗感。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。基本的に外出したら、どんな便所の便座に座るにしてって、便座に座るにしたって、便座に座るにしたって、抵抗感、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 半端ねえ。抵抗感、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 半端ねえ。備え付けの変な除菌のジェルを塗りたくって、なんかこう、なんか拭いたりしてもない。拭いたりしてもよ、結局裏側っていうか、そのなんか材質っていうかね、やっぱね、かなりの人がね、奥底ぶっ込んでるからね、ぶっ放した後でしょ。やっぱそれと、やっぱ縁がね、縁が、やっぱり気になっちゃう。そういった意味なんだけれどね。抵抗カン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 、半端ねえ。抵抗カン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 、半端ねえ、半端ねえ、半端ねえ、抵抗感半端ねえのよ。とりあえず、これ縁がね、縁がとりあえず気になっちゃう。とりあえずね、便座上げる。その裏側はもちろん気になる。わざ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 裏まで拭くことはねえだろう。わざ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 便座上げて裏側までジェルをなんか塗りたくることねえだろ。塗りたくってる、その塗りたくた、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 たくった手がさ、たくった手がさ、たくった手が、手、手自体が汚ねえだろ。たくった手、手自体がさ、そう、塗りたくった手、手自体が汚ねえだろっていう。まあ、基本的に抵抗感半端ないんで、俺は上げたままやるんですよね。それはそれで、それで、それで変な抵抗感があるわ。